始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。たるま工場のアンデュです。今回はこちらのコースで遊んでいきたいと思います。判断力を試すコースだって。うわ、面白そう。なるほどね。一瞬の判断力なのか、それともこう吟味して選択していく判断力なのか。なるほどね。つまりこいつを踏まなきゃいい、それだけの話でしょ。簡単じゃん。俺判断力の鬼って言われてるからね。やってくれるじゃないの。今俺個人的には踏んでないと。いや、ここまではいいのよ。わかった。2個奥行っちゃおう。どうだ。無理です。いや、もう正直わかりました。ここでこうするじゃないですか。で、ここ。で、2個奥のやつを踏んで、ピージャンする。それだけの話。はーい、これよこれ。こいつ俺は待ってたんだよ。どんなもんじゃい。やるね、俺やるね。なるほどね。しかし、私に、ピージャンは得意分野と言っても過言ではないので、正直心配する。下だったら、でも上に来ちゃった。あ、死んじゃった。自信持て。俺ならいける。そうだ、一個ずつ踏んでこう。一個ずつ。慌てない。そう、一個ずつでいい。に、鬼集中。そうだ。俺の集中力、判断力、舐めてもらっちゃ困るぜ。だ、頑張れ。よっしゃ。よくこらえた。ないじゃないの。奥じゃん。そう、これで、P スイッチを踏まずに、ここで、こう取っちゃうじゃないですか。で、ここの、P スイッチを踏む。そうすると、無償で先に行けるという、新たな必勝法を思いついたわけですよ、私は。これどうするんだ？叩いちゃう？叩いてこうするか。で、P スイッチを踏んでいくと。オッケーオッケー。一回待ちますよ、切れるの。いきますよ。シュッ。はい！は、うわー、トゲー！もう斜めってのは特に意識しない、意識しない。ああ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 。カレーライスでもやりながら行くか。カレーライス。グーからグーから超から。よっしゃー、おら。これ、いや、もう行っちゃった方がいいよね。大丈夫だよね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ゴールゴールゴール。サンキューデストロイアワードニューイヤー受賞です。ありがとうございます。じゃあ次のコースどうぞ。このコース遊んでいきたいと思います。トロールレベルゲット、トロール来ました。トロールコース任せてください、任せてください。もう大丈夫。どんなことがあるのか、どんな風に僕を惑わしてくるのか、すべてもう手に取るようにわかる。なるほど、後ろには行かせねえぞと。しかしそんな壁を越えるのが俺、わかりますよ。あなたが行かせたくない理由。だって、この透明度感がゴールに繋がってしまってるからね。そうなんでしょ？わかって。つまり、外に出たら、もうすぐ壁キックしちゃう。で、くるくるーんと。来た！もうだって走るしかないよね。オッケーオッケーオッケー。なるほどね。なるほどなるほどなるほど。わかってるよ。俺を、そう簡単に止めることはできません。もうこの透明度感の先に待ってるのは、もう希望と栄光と。いや大丈夫、ここで戻ることができるんで何ら問題はないです。ただどうしよう、あいつ邪魔だな。俺のジャンプ力が高っ。とりあえず右行ってみますか。わかった。うわっ、あーあーあーあああああ。この下かな、この下行ってみますか。よし来た、この下に入る。こっちに入ることによって、いや何かある。オッケーオッケー、ドアに入ろうじゃあ。早く早く早く、オッケーオッケー、ゴールに直通とか。いやーん、オッケー、皆さん戻ってきました。だからこれすぐ右にダッシュで、オッケー、俺はお前たちダッシュマンの力を信じてるぜ。なんだこれ、おい落ち着いて、これから行けるんじゃない。どういうこと、私は何をしろってのと、え、これ俺は積んだのか。いや積んでない、多分ここにいれば下に降りる。オッケー、でこう行くと、ここのドアに入るってことなのかな。するとどこに出るんですか。うわっ、え、なんか奇跡的にうまくいったけど、
ドン。 P スイッチ、なんだこれ。どうするべき、どうするべき、どうするべき。俺考えて。でも踏んでいくしかないな、踏んでいくしかないから、飛んで踏んで、ゴールです。と素晴らしかったコース、よっしゃじゃあ今日はこれで終わりたいと思います。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクもあってますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。